らない。さあ、このように餌やりが進みますと、水槽内の海水がだんだんと白く濁っていきます。その中には約3500トンの海水が入っているんです。ですが、この大量の海水はおよそ2時間で入れ替わる仕組みです。しばらくすれば透明な状態へと戻っていくんですよ。そしてジンベエザメは餌場から離れ、また自由に泳ぎ始めています。ジンベエザメやマンタラの餌やりは終了です。ですが、この時間の餌やりは全て終了というわけではありません。続いてはその他の小さな魚たちに餌がまかります。お時間のあるお客様は